天体戦士サンレッド、彼が使う専用銃、その名はサンシュート。サンシュート、戦闘員クラスならこれ一発で仕留められる。サンレッドの心強い相棒だ。で、レッドさん、現在サンシュートは？さあな、2年前は大工道具の工具箱に入ってたかな。またにかけたストーリー、地球の平和を守るためにまた今日も一人6畳まで腕立てストレッチ、踏んづけても踏んづけても水泳の悪は頑固でしつこい油汚れによく似てる。サンレッド。ダメダメ、何それ。はっきり言わせてもらうけどさ、全然怖くないよ。探り探りやってんのが見え見えだもん。それじゃお客さんに伝わらないよ。ちゃんと練習しといてよ。じゃあ次木村くんやって。はい。怒られてやんの。うるせえよ。あ、ドキドキする。全然怖くないよ。だって黙れ、ウロウゾクめよ。次、ウサコツくんやって。はい、ガオー。驚かせって言ってんのになんで愛想振りまいてんの。愛想なんか振りまいてないもん。かわいいんだよ。ウサコツくんはここよりピョリンランドでバイトした方がいいんじゃないの。タマセンターの。じゃあとりあえず練習しといて。次、キャラコー。バカにして。どこどこ戻ってきて。うさこっちゃん本当に可愛いよね。僕は可愛くなんかないの。可愛いんだよ。プニ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 しやがって。お前ピロリンランドのマスコットに覚えてるか。可愛いやつはくすぐりの系だ。トブ殺しよ。エノクロ、何やってんだ。みんな実技練習してんのに仕事中なんだよ今は。バイトだって金もらう以上はプロなんだから自覚持てよ。タカ君。はい。君だってバイトのくせに。じゃあ乗るぞ。これカズノコの野郎。何が金もらう以上はブラだから自覚持てよ。タツノ。まず全然似てねえ。これレベル低い。お前そうやめた方がいいよ。バイトはバイトだろうがな。でもよ、アジトのことを考えるとよ。うわ、普通の倍ですよこれ。本部で使ってたクーラーもらってきたのはいいけど、古いから電気代もバカにならないよ。僕もうここから動けないよ。麦茶おかわりいる？すいません。あ、俺が。あ、いいよいいよ、私やるから。アジトの夏の電気代を考えれば。そうだな、ここは我慢我慢。その日からバイトを始めて2週間。最初のうちは何かと揉めて。慣れないお化けになることはとっても大変だったけど、今ではすっかり板についたわけで。本日はご来場いただき、いや今日は特に暑かったよね。まったく干からびちまうっつの。夏にマスク役は参るって。おう、みんなお疲れさん。は、里中さん、お疲れ様です。君たちとはいろいろあったけど、もうすっかり一人前のお化けだな。いやー、里中さんのおかげですよ。そうです。いや、里中さんのレベル高いドラキュラに比べたらまだまだ。今シーズンのお化け屋敷閉館まであと半月、頑張りましょうね。いや、それなんだけどさ、俺今日でバイト最後なんだ。え、やめちゃうんですか里中
さん。寂しいです。おじさんが金持って逃げちまってさ。金を、そうですか。でも寂しがってる暇はないぞ。明日から新しいバイトが入るからな。教育係頼んだよ、仮面マン君。いいか、バイトだって金もらってんだからプロなんだぞ、しっかりやれよ。自分だってバイトだし。バイトはバイトだろ。ハンデマン、置いてんだぞこら。無駄口叩いてるならバケになること考えろ。仕事中なんだから自覚持てよ。ミラトリがミイラに。すが、元からミイラだ。あ、昼に焼きそば食べたからです、うん。ただいま。あれ、何やってんの？うん、掃除。かよこの給料日、彼女のあれである天体戦士サンレッドは自主的に掃除をするのだ。バンプ将軍のさっと一品。皆さんこんにちは、バンプです。今日も張り切ってお料理しましょう。さあ今日の料理はとっても簡単、キムチとジャコの炒め煮。それじゃあ材料の紹介。まずはキムチ、次はジャコ、あとはごま油、そしてマグカップ一杯ぐらいの水。今回の材料はこんな感じ。じゃあ早速お料理してみましょう。まずはごま油でジャコを炒めましょう。ジャコに油が回ったらキムチを入れてさらに炒めましょう。やってきました、クライマックス。美味しそうな匂いがしてきたよ。よく炒めながら水を加えて炒め煮にしていきましょう。ちゃんと煮えたら出来上がり。キムチとジャコの炒め煮の完成。お好みでネギ、ごま油を加えても OK。 うん、ご飯が進みそう。本格キムチを炒めると化学反応が起きて旨味が増すんだって。さすがバンプさん、早速あれにも作らせてみよう。おはようございます、秋山さん。おお、プトラ君おはよう。なんだ、汗だくじゃないか。いや、遅れちゃいけないし。あれ、田口さんは？銀行だよ。お待たせ。あ、田口さん、おはようございます。おはよう。よし、行こうか。じゃあ僕、まとめて買ってきます。あの子、スカウトしたいって子。はい。マジでプテラノドンに似てる。そうでしょう。どこに行くんだろう。現場ですよ、バイトしてるみたいですから。あ、行っちゃうよ。追っかけましょう。北千住？よし、そのまま。よし、OK。 次行こう。はい。北千住を測量。次行こう。はい。北千住を測量。次。はい。北千住を測量。次。はい。キビキビ働いてますね。頑張ってるね。あれ、ボールペンが出ねえな。ああ、じゃあ僕コンビニで買ってきます。ああ、もう一本持ってるって。え、落ち着けよプドラ君。すいません。ああ、秋山さん、水もらってきますよ。ああ、ありがとう。田口さんは？うん、悪いね。うん、性格もいい子みたいなね。ええー、ちょっとその辺ブラブラしてきてもいいですか？おう、1時まで休憩な。はい。ジュースでも飲むかな。パンプ様、今です。そうだね、今だね。うわ、なんですか、あなたたちは。ああ、違うから違うから、私たち怪しいものじゃないから。あ、やっぱり。あ、母方にプテラノドンの血が入ってるんだ。はあ、図鑑で見たのとそっくりですもんね。あの、ジュラシックパーキングでも見たもの、私、あの、スリー？知ってます？プテラノドンって恐竜じゃなくて翼竜なんですよ。え、そうなの？あの、それを聞くために呼んだんですか？え？ああ、いや、ごめんごめん。ああ、実はね、なんていうかな、その、
急な話で驚くかもしれないけど、プドラ君、世界征服とかに興味ない？え、世界征服ですか？世界征服、うん、そうそう、興味ない？あ、じゃあある？いや、うん、少しならある。あ、ちょっと待ってください。っていうか、生まれてから世界征服なんて考えたこともなかったので、急に言われても。ああ、それじゃあ無理ないですよね。うん、そりゃそう、無理はない、無理はないよ。うん、すぐ返事できなくてもそれはね、もう、うん、いやね、それは世界征服なんてすぐにできるとは思ってないよ、私も、うん、正直言ってね。はあ、ただ確実に、そう、確実にやっていこうと思ってる。うん、とりあえず打倒サンレッドっていうのが当面の目標なんだけどね。でもあれですよね、サンレッドを倒せばね、あれ、目鼻が、うん、つく。あ、そう、目鼻がつく、そう、確かに。でも僕、うん、夜学行ってるって言ってたけどさ、本当スケジュールは合わせるからそっちに。いたいた、プドラ君。あ、もう時間ですか？ん、誰だそいつら。え、何してんだお前、うちの若いのに。あ、何かの勧誘か、こら。違うんです、違うんですよ。あれが苦し、金持ちになる。あの俺、金持ちだって言ったよ。絡まれてたんじゃないんです、怪しい人じゃないんです。鳥の引き肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ、野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。